俺の力はもう残りわずかだ。奴を失った俺は朽ちる運命にある。だが俺が未来を手放し今に全てを凝集すればこの身を打ち直せる。全て、まさか。俺という全ての石は大勝利だ。お前の言う通りだ。俺にはもう何もできない。だが一神殿にはまだ可能性がある。復元された俺なら最高の研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくとも、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、奴の願いも叶うだろう。感謝する。楓原家の末裔よ。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れるのが恥と知りながら一度も忘れはしなかった。カゴ鶴瓶一心、この名はお前に預けよう。安らかに眠るがよい。